ハルキ、私アイドルになっちゃった。え？私のそれを見届けてほしい。あ、って思ってお話ししました。うん。私のすべてをアリスに捧げる。え、かっこいい。何？なんか覚悟決まってますみたいな。ミウがアイドル。かわいい。おお。ダンスうまい。おお、メンバーと仲良し。ああ、うわ、ダメだ。私ミユに会えなくなることよりメンバーと仲良くできるなんてずるいって思っちゃってる。性格アイドルオーディション、あった。アリスじゃないけど、ミユと同じじゃないけど、オーディション。私も。なんて、募集要項。名前、身長、体重、写真5枚。チャームポイント。あ、チャームポイント？平凡な顔、平凡な体型、趣味、特技、なし。デリート。無理。あ、てか待って。ミユはこれ全部書いたってこと？え、すごくない？他にもいっぱいある。こういうことできる子がアイドルになれるってことなのかな。何も書けないじゃん私。くそ。メンバーと配信？メンバーと配信？何それ？新メンバー発表配信するんだ。初めて顔出すから本当に緊張なの。いいな。あ、メンバーと仲良し。ああ、恐れていたことが。ミユが遠くに行ってしまった。ナモー。ん？遠く。そもそも最初から近くになんていなかったのかも。そうじゃんね。ミユ可愛いし、何でもできるし、みんな大好きだもん。私とは大違いじゃんね。アイドルの親友だからって私にも何かできるかもしれないって、なんか勘違いしてたかな。はあ。ねえ、ミユもうすぐ東京引っ越さなきゃなんだよね。芸能学校的な。うん、そうだよ。だよね。頑張ってね。うん、頑張るよ。でも、ハルキと会えなくなることが、それだけが、本当に嫌なの。あ、え、これは、この気持ちは何だろう。嫉妬？違くて。なんて、内緒ね。そんなんじゃ、なくて。ただいまより、アリス。新メンバー発表配信を。それでは登場していただきましょう。あ、ミユ出てきた。緊張してる。初めてミユと出会った時。春の大創刊号リボンスペシャル、気になる新作がたくさん。ポッチ女子とヤンキー男子、運命の出会い、関東カラー50ページ、かすみん先生のすみっこ同士、豪華コミカライズ、原作つぼみめぶく先生、されててさすがに死にそうなんだが、心揺さぶる友情ストーリー、原作竹内彩香先生、漫画こきっちゃん先生のテラシネカモミール、春のシワキュン届けます、村真由先生のハニーレモンソーダ番外編、大注目の連載作が表紙で